どうも、ニーハオ。今回ですけれども、今夜の夕飯レシピ4品を紹介させていただきます。材料費も安上がりで、さらに時短簡単で、まな板も不要なので、洗い物もえぐいほど少ないので、ぜひ参考までにご覧ください。それでは早速1品目を作っていきましょう。まず1品目は、もやしのペペロンを作っていきます。えぐいほど簡単です。まずは耐熱ボウルを準備して、もやし1袋を投下します。ラップまたはラップ蓋をかぶせ、レンジ600ワット5分チンします。こちらのラップ蓋は、セリアで購入できます。チンが終わったらオリーブオイルを大さじ1杯入れます。そして塩を1つまみほど加えます。再び蓋をして、次はレンジ600ワット1分チンします。チンが終わったら水分が少し出るので、水分を捨ててから、捨てるときは熱いので注意しましょう。次はこのブラックペッパーを少々入れます。それと本来はここでチューブニンニク小さじ1が入ります。入れるのを忘れてました。とほほ。そして最後に輪切り唐辛子を入れてアクセントをつけます。分量は少々で OK です。あとはしっかり混ぜたら、もやしのペペロンの完成でございます。もやしもシャキシャキしていて歯ごたえがすごくあります。作る時も四苦八苦せずにスムーズに作れるのでおすすめです。さて次は超簡単味噌汁を作っていきたいと思います。2人分なので水 400cc を鍋に入れます。そしてこの油揚げを食用バサミでカットしていきます。やっぱりこの食用バサミがすごく利便性があって、家に1本あるとすごく助けられます。まさに救世主です。このまま蓋をして炊いていきます。沸いてきたら、次はこちらの丸米さんのだし入り味噌を大さじ2杯溶いていきます。丸米さんの味噌はだしが一緒に入っているので、すごく時短となって助かるんですよね。やっぱりこう仕事帰りなど疲れた時はパッと作りたいので、すごく助かります。最後に乾燥わかめを少し入れます。あとは炊いてる間にみかんを花みかんに仕上げて食卓を華やかにさせます。ありがたいことに職場の方からみかんをいただいたので、早速使わせていただきます。本来はまな板の上でやるとやりやすいのですが、まな板なしでもできそうなので、手に持ってやっていきたいと思います。コツとしてはヘタの部分を手に持ち固定し、真ん中の方から果物ナイフでみかんの中央部分まで刺していきます。これを V 字になるように刺していき、それを一周させると簡単にできます。果物ナイフはセリアで購入させていただきました。あとはこんな感じで引っ張れば花みかんの完成です。意外と簡単にできるので、ぜひ皆さんも試してみてください。さあ今回のメインディッシュは蜂蜜炒めを作っていこうと思います。まずは豚肉にしっかりと味が入りやすくなるように片栗粉を適量振りかけていきます。この片栗粉をまぶすことにより肉が柔らかくなり、調味料が肉の方にスッと入っていくので、結構重要な作業です。そしたらフライパンに油大さじ1を入れ、こちらのそのまま使えるぶなしめじ、今こういうのがあるんですね。しかも値段もそんなに高くないので、すごくびっくりしました。そしてこのえのきを3センチぐらいの大きさに食用バサミでカットしていきます。ここでも食用バサミが大活躍です。切り終わったら軽くほぐしていきます。しめじも少し大きいのがあったので、直近直近していきます。あとは蓋をして少しローストします。 1,2 分ほどこのまま放置します。そしたら、うわー、すごく美味しそうです。先ほどの豚肉を投下していきます。さあここからテンションぶち上げで豚肉を炒めていきます。菜箸でほぐしながらしっかりと炒めていきます。肉に火が通ったら醤油大さじ4杯を入れ、こちらの蜂蜜を開けるときにラベルまで剥がしてしまいました。この蜂蜜を大さじ2杯入れます。蜂蜜を入れて美味しいの？と思うかもしれませんが、この蜂蜜を入れることによりコクが出て一気に美味しくなるんですよね。さあそれでは盛り付けていきます。さあまずはもやしのペペロンからです。簡単で美味しいし最高です。さあ続いてはこの時短で作れる味噌汁です。さあそして甘みとコクを生かして作った蜂蜜炒めです。そしてこの最高の白米にこちらの花みかんを添えれば、やっぱりこう仕事で疲れてる時など手軽に作れて、なおかつ洗い物が少ない、僕はこういう夕食ばっかりです。何やともあれ今回も美味しく出来上がりました。今回も最後までご視聴の方ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。